そなたが浴場技師のルシウスか。そなたにぜひ浴室を作ってもらいたいのだ。わかりました。なんとかいたしましょう。ダメだ。全く浮かばない。ポンペイのベスビオス火山ではないか。一体ここはどこだというのだ。テルマエロマエっていうのは映像実写化もされてますし、まあ、フラッシュアニメみたいな簡単なアニメーションも作られてるんですけど、心のどこかでもうちょっとこう手の込んだアニメーションっていう形で見てみたいなっていうものはあったんですね、うん、でもそういう機会はもうないのかなと思っていた部分もあったのでとても嬉しいと思ったので、やっぱりいろんな国々に向けての配信っていう点では漫画だけだとどうしてもその出版される国の限定っていうのがありますよね。でもアニメにすることによってもっと幅広くたくさんの世界の人に知ってもらえるので、すごくチャレンジ精神を焚き付けられることもありますけど、自分が何よりも先に見てみたいっていう気持ちの方が先行してました。はいよ、お食べ、温泉卵。もともと書き上げた、まあ、原作がベースにはなってはいるんですけども、書き上げた後にあもっとこんなエピソードあんなエピソードがあったのとか、時間があったらあれも書き足したかったなっていうようなアイデアってその後もどんどん湧いてたんですよ。なので今回このアニメーションという形になりますけど、アニメーション化することによってそこにその私が実現できなかった漫画ができなかったエピソードを入れてみたいっていうのがあったので、ルシウス、フローはな、人間の体に生きる喜びを与えてくれる、人生にとってかけがえのないものだ。これは今までのテルマエロマエ進化系になるなっていう気もしましたね。おじいちゃんと父上の意志を継いで浴場技師になるんだからな。テルマエロマエには既存のイメージからもうやっぱりそれ脱却して次の新しいフェーズに入ってるっていう感じが新しいという意味で新テルマエロマエにラテン語でノバエとしてみました。言いにくいですね、テルマエロマエノバエ。これは飲んでおかねえと。古代ローマとこの日本の共通点っていうのは、割と日本の人ですが、またはイタリアの人ですが知らない点が多い、まあ、たまたま私がこの2つの国を輝かしに生きているのでいろいろ気づいた点があるんですけども、そこに私が身につけた変なお話も含めてですね、本当にたくさんの方たちに楽しんでいただけたらいいなと思いますし、あと日本とそして古代ローマに対する興味がこれによってね、また皆さんの中にこう芽生えていったら、私は本当に原作者として感無量でございます。これが便器か。自分は浴場の技師として全ての知恵と努力を注いできたと思っていたが、それは愚かな自負に過ぎなかった。多民族の学ぶべき文明を学ぶのは明日のローマのため。